アラン・コックスは、イギリスのコンピュータプログラマーである。彼は、リナックスカーネルバージョン2.2ブランチを以前、メンテナンスしており、遡ること1991年頃から、リナックスカーネル開発に大きく関与し続けている。彼は、妻テルサ、グウィーンと共に、ウェールズ・スーンジンに住んでいる。コックスが、スーンジ大学のキャンパスに勤めていた頃、彼は、 大学のコンピュータソサイエティが管理するマシンの一つに当時リリースされたばかりの初期のバージョンの Linux をインストールした。この最初の Linux のインストールにより彼は Linux のネットワークの応答性が悪いことに気づきネットワーク関連のコードに多くのバグを見つけた。コックスはこれら多くのバグを修正し続いてネットワークサブシステムの多くを書き換えた。こうして彼は カーネル全体の開発、管理を担う主要人物の一人にまでなった。数年後、彼はバージョン2.2ブランチを管理し、そして2.4ブランチの彼自身のバージョンを管理するようになった。この版は大変安定しており、また直接ベンダーのカーネルに受け入れられるほどのバグ修正が含まれていた。彼が経営学修士を収めるため Linux への関与を減らすまで、 かつて彼は俗にリーナストーバルズの右腕とみなされていた。2009年7月28日、コックスは彼が今までメンテナンスしていたディレイやサブシステムに関し、トーバルズによる対抗バグ批判を受けた後、メンテナーを辞退した。アランは1999年から2009年までリナックスディストリビュータのレッドハットに勤めていた。2011年時点では、 彼はインテルにて勤務している。彼は、また GNOMEXORG プロジェクトにも参加しており、彼がアベリストイス大学の学生だった時に作成したオープンソースマット、アバーミュードの主要開発者でもある。アラン・コックスは、鉄道模型の N ゲージキットを製造する、企業エッジとピクセルズ社を運営している。彼は、ウルティマモデルエンジニアリングの理事を務め、 またヤフーゼットスケール、N ゲージグループのメンバーである。彼はいくつか小さい N ゲージのレイアウトを持っている。アラン・コックスは、プログラミングの自由に対する熱烈な支持者である。同時に、ソフトウェア特許、デジタルミレニアム著作権法、そして消費者に対する、ブロードバンド及びデジタルテレビ促進法案に、対しては、遠慮なき反対者である。 彼はこれら法を施行した米国への抗議のため、ユズニックスのサブグループを辞退し、大魔界半でドミトリー・スクリアロフが逮捕された後、同じように収監されないように、彼は米国を訪問しない旨述べている。2007年1月、彼は RMS、すなわちライツマネージメントシステムズという名の一元の特許を出願した。彼によると、 これはデジタル著作権管理に対する特許である。COX の以前の雇用先であるレッドハットはフリーソフトウェアプロジェクトに対する特許行使を阻止するためのものであると主張している。COX はまたイギリスの IT シンクタンクファンデーション・フォー・インフォメーション・ポリシー・リサーチ並びにイギリスのデジタル著作権に関する NPO ・オープン・ライツ・グループのアドバイザーも務めている。 コックスはブルッセルで開催されたホスデムにてフリーソフトウェア財団より2003年のアワードフォーザアドバンスメントオブフリーソフトウェアを受賞した。2005年10月5日、コックスはロンドンのリニックスワールド受賞式にて厚労賞を受賞した。ありがとうございます。